マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたは頑張って食事量を減らしているのにもかかわらず、なんでこんなに痩せないのって思ったことないですか？それはあなたがお悪いのではなくて、もしかしたら味付けに問題があるのかもしれません。そこで今回の動画では、痩せる調味料の簡単なレシピがわかるんです。もしあなたが美味しく食べながら、一日でも早く綺麗に痩せたいなと思っているようでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。簡単、材料3つだけ痩せる調味料のレシピお伝えします。では話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのレシピで痩せることができるんでしょうか、その理由ポイントと、2つ目、痩せる手作りの調味料のレシピ、材料、作り方、そして美味しい食べ方ですね、の順番でお話しします。では1つ目の項目です。なぜこのレシピで痩せることができるんでしょうか。痩せるポイント3つあります。1つ目はこちらです。あなたの腸内環境が整う材料を使っているからなんですね。もうこれ私ね、ちょっと今回ハマっておりまして、もうぜひあなたにシェアしたいなと思って準備しました。でまずは私もそうなんですけども、健康的で痩せるためには腸内環境を整えてあげること、もうこれが大前提になります。そうしないと、どんなに食事量を減らしたところでデブ体質のままでしたら痩せません。では逆に、しっかり食べながら痩せる体質へと生まれ変わった方がいいなって思いませんか。そのためには腸内環境を整えるための材料があります。そういったものを美味しく食べることなんですね。なのでもうそれに最適な材料をね、使ったレシピになるからなんですね。そうするとどういうことが起こるかというと、腸内で痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの種類が増えたり、元気になったり、いつまでもあなたの腸内で住み着いてくれる、まあ、暮らしてくれることですよね。そういった環境をご自分が作ってあげることが、イコール根本的な痩せ体制と生まれ変わることができます。なのでそこをしっかりとね、土台を作っていきましょうねということです。2つ目です。このレシピはですね、代謝が上がります。やはりですね、いかがですか、年を重ねると代謝は落ちます。もちろん運動などで筋肉量を増やすことで代謝を維持するということはできますけれども、運動だけしていても代謝って上がらないんですよね。やはり食事も大事です。特に内臓です。内臓の代謝が運動代謝よりも高いわけですから、やはり内臓が元気じゃない方は太ります。ですからしっかりとね、内臓を元気にして、ここで言うと腸とか肝臓のことです。そういった臓器がね、元気になるものを食べて、そして代謝を上がる材料を使う、もうこれです。ここを使っていくんです。3つ目、無添加であること。これもとっても大事。よくスーパーなどで買う調味料の原材料名を見てください。もうたくさん余計なものが入ってます。で、美味しそうだな、これ美味しいなって思うものには、あなたの味覚をおかしくしてしまう化学調味料がね、たっぷり入ってます。で、その味に一旦慣れてしまうとですね、もう地獄行きですよね。やめられない、止まらないってなってしまうし、そもそもそういった味覚になると、そういったこう科学的な味が美味しいなって勘違いしてしまうんですよね。ですから一旦そこをリセットするためには、やはりこの添加物が入っていない無添加の調味料をベースにお料理を作ることです。そうしないと、いくら材料をね、いいものを買ってきたとしても、量を減らしたとしても、味付けがそもそも添加物たっぷりであれば意味がありませんよね。なのでできればやっぱり手作りが一番です。やはり買うものって売らないといけないので、添加物入ってますよね、ほとんどがそうです。ですからここで私たちはね、そういったものを使わないためにも、簡単にできてね、美味しいものをぜひ手作りで作っていきませんか、ということをお伝えしたいです。ではここから、あなたがこれから添加物を買わないようにするためのポイント2つあります。1つ目は化学調味料、2つ目は人工甘味料、それぞれお話ししますね。まず化学調味料はですね、原材料名裏チェックしますと、わざわざ化学調味料が入ってますなんて一言も書いてない、だから危険なんですよね。では何て書いてあるかというと、こちらです。調味料、
括弧アミノ酸等というのが実は化学調味料のことなんですね。ですから買うときにこれが書いてあるものは買わないことです。それが一番いいです。そして結局こういったのを取り続けている方っていうのは腸とか肝臓にめちゃくちゃ負担かけてます。ですから体を壊す方が多いわけですよね。なので今すぐやめた方がいいというのはそこの理由もあります。そして2つ目です。甘いものね、例えばドレッシングとかソース系とかもめちゃくちゃ入ってます。何が入ってるかというとこの人工甘味料ですね。甘さが砂糖の数百倍もあるんですよ、まあ、人工的なものだからうんうんって思うと思うんですけども、なのにカロリーオフなんですよ。おかしいんです。あの自然界ではありえないものなんですよね。そういうものをお体に入れてしまう、例えば調味料系だとですね、ドレッシングとかソース、マヨネーズ、いろんなあの味付けの、まあ、ソース系ですよね。もう全部タレとかもそうです。もうほとんど入ってる。でそういったのを取ってしまうとね、太るわけですよね。なぜかというと人工的なものですからね、そもそも体がね分解するのがすごくきついんですよね。余計な仕事を増やしてるわけです。なのでこういったものを取らないイコール腸や肝臓に分解するね仕事量を、まあ、減らしてあげるってことですね。そうすると腸が元気になりますから、結果痩せ体質に生まれ変わることができるわけです。ではここから2つ目の項目です。材料たったの3つだけでできる痩せる美味しい調味料作り方ですね、お伝えしますね。まずは3つの材料が持つそれぞれの痩せる効果についてお話ししていきます。1つ目です。甘酒を今回使います。甘酒はですね、発酵食品なんですね。この発酵食品っていうのが痩せ体質に生まれ変わるためのね、もうキーワードです。発酵していること。そしてこの発酵食品であることで腸内環境がすごく整います。なぜかというと痩せ菌がたくさん含まれているのがこの発酵食品だからなんですね。そして甘酒は2種類の食物繊維も同時に取れちゃいます。水溶性と不溶性ですね。なのでもう一度にね、まあ、2度 OK というか2度一緒に取れちゃうっていうね、もう本当にありがたいものですよね。そして脂肪燃焼効果もありますし、なんといっても飲む点滴って別名呼ばれてます。それほど栄養価が高いイコール栄養が取れていないと痩せるホルモンが作れません。そういった観点からもやっぱり栄養はしっかりね取る必要がありますよってこと。そして2つ目はお塩を使います。まあ、ここは一応岩塩を選びました。岩塩ってねすっごくミネラルが豊富なんですね。で岩塩がなくても大丈夫です。ミネラルが残った精製する前の良質の天然の塩を使ってくださいね。なのでそういった天然の塩はですね、お体のその機能調整とか代謝に絶対必要なんですね。よく塩分取りすぎ良くないよって言われますが、その塩分がですね悪い塩分だからです。逆にいい塩分ですね、こういった天然のミネラルが残っているようなものはしっかり取らないと死んでしまいます。私たちはねお塩ないとダメなんですよ。なので適量の良質の塩というのは逆に取らないといけませんよということです。でその時にやっぱりこういったミネラルが豊富な天然の生成される前のお塩使いましょう。では材料の3つ目は唐辛子を使います。こちらですね、もう本当に代謝が上がります。もう分かりますよね、体温が上がる作用があるから、どんどん体温が上がると脂肪燃焼効果がアップするからなんですね。カプサイシンが入っているからなんですけども、なんと唐辛子もですね食物繊維があったりとかむくみ改善効果もあるんですよ。しかもデトックスがたくさんできるっていう、要は代謝が上がりますから、この唐辛子も使っていきます。ではここから材料です。今回あなたにお伝えしたかった調味料というのは腸活コチュジャンになります。で腸を整える材料を使っているから腸活コチュジャンです。このコチュジャンってね美味しいですよね。これはねスーパーで見たらもう私全部ね化学調味料が入ってるのしか見つけることができなかったんですよ。もうこれはねまずいなと思って、まあ、あの生協さんのね近くのお店でようやく見つけたのが唯一1個あったっていうぐらいで、簡単に手に入らないんですよね。もうこうなったら作るしかないと思って、
あなたに伝えようと思って準備しました。ではね、腸活骨髄茶の材料、作りやすい分量です。甘酒はね、今回濃縮タイプを使いましょう。飲むねサラッサラのものですと水気が多いのでうまくいかないので、水気多い場合はその水気をちょっと切ったね、米麹が残ったあの部分を使われるか、煮詰めていただくかですね、例えば濃縮タイプ使ってくださいね。ここでいう甘酒は無添加であること、手作りが一番です。手作りはね、濃縮タイプに近い状態になりますよね。なので濃縮タイプ無添加の甘酒を 100g 準備してください。そして天然のお塩、ミネラルが残ったまんまのいいものですよ、を 10g で、今回一味唐辛子を5から 10g、 この5から10ってやっぱりね、辛いのがお好きな方、ちょっと苦手な方いらっしゃると思う。例えばお子様がね、あんまり食べれないとかいう場合は、この一味唐辛子の量はね、調整して OK です。あなたのお好みの量でいいですから、ぜひね作っていきましょう。ではここから作り方と美味しい食べ方注意点ですね。まずこちら作り方です。ボウルに先ほどお伝えした天然のお塩と一味唐辛子を入れて、よくね混ぜ込んでくださいね、まんべんなく。そしてそこまでできたら、そのボウルに濃縮タイプの甘酒を入れてください。そしてね、ペースト状になるまでよくよく練り混ぜてください。そしてそのまま保存容器で入れたら、一晩冷蔵庫で寝かせてあげてくださいね。でこれは寝かせれば寝かせるほど、もっともっと、固まってくるといいますか、ペースト状に近い状態に変わってきますので、すぐに召し上がるとまだちょっとサラサラっとした感じなんですが、日が経つにつれてこう濃厚なねペースト状に変わっていきます。そしてもうそこでね、まず冷蔵庫でね保存できるんですよね。もうここで完成なんですけども、翌日から食べることができます。で2ヶ月ぐらいは持つんですが、もう多分美味しすぎて2ヶ月も持たないと思います。すぐで、あ、終わっちゃった、また作ろうってなると思います。でもやっぱり手作り無添加なので、あんまりね日持ちがしない場合もありますから、ぜひ早めに召し上がってください。そして使い方なんですけども、私はね本当カットしたきゅうりにちょっとつけてね、薬味として食べたりとかもするんですけども、実はですね、なめものとかスープに混ぜ込んで使うのもめちゃくちゃ美味しいです。例えばお鍋の味に飽きたなと思ったら、このコチュジャン溶かすとキムチ鍋みたいになるわけですよね。でちょっと作りすぎてスープが翌日も食べなきゃっていう時に、なんかこう同じ味よりもちょっとアレンジしたいなっていう時には、ちょっとこうピリ辛系のスープに変えちゃうこともできるのが、この腸活骨髄のいいところ。そして漬けだれとしてもね食べれます。お野菜につけて食べるとか、蒸し野菜とかでも OK ですし、またマヨネーズとねこうあえて食べるっていうのも、新しいマヨネーズの味になってね美味しいんですよ。このマヨネーズももちろん無添加でお願いしますね。調味料カッコアミノ酸糖と書いてあるマヨネーズは NG ですよ。無添加のマヨネーズでしたら、この腸活骨髄とこうあえてね、ご自分のお好みの分量で割っていただいて、お野菜等とお漬けになって美味しくね召し上がっていただくのもすごくいいなって思います。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画ポイントは、あなたがもし食事を減らしているのにもかかわらず、運動してもなかなか痩せないっていう時は、もしかしたら味付け調味料に問題があったかもしれませんよ、でしたね。それは何かというと添加物です。ですから添加物なしの腸活の材料を使ったこの調味料で美味しく食べながら腸を元気にして痩せ菌を増やしていきましょう、でしたね。このお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。